こんにちは、 DIC の井野香織です。昨今深刻化する海洋汚染や地球温暖化などの社会課題対策として、脱プラスチックへの動きが加熱する一方、コロナ禍においては医療や食の安全、衛生の観点から使い捨てプラスチックの良い点が見直されています。またデジタリゼーションといった社会変革が加速するなど、社会環境が目まぐるしく変化しています。私たち DIC はこれら環境の変化を踏まえ、19年度よりスタートした中期経営計画 DIC111 では、サステナビリティ指標を策定、さまざまな取り組みを実施することで、社会的価値と経済的価値の両軸で社会へ貢献してまいります。世界60を超える国と地域へグローバルに事業展開する DIC グループは、社会から愛され尊敬される会社として、科学で彩りと快適を提案します。2021年2月24日から26日の3日間、東京パック2021が開催されます。 DIC はコロナ禍にいち早く対応し、弊社ホームページにおきましてデジタルでの展示を同時開催いたします。場所や移動の制限がなく、安全に好きな時間にアクセス可能なウェブ展示会では、開催日まで徐々に内容を充実させながら、各種製品のご紹介、セミナー、面談、チャットでのご相談などを行います。パッケージ愛は地球愛だ、 The Power of Packaging をテーマに、弊社が保有するインキ、接着剤、フィルム、カラーの技術を主体とした課題解決のための素材、ソリューションをご提案します。弊社の展示会場へご来場いただいた方々に、ビジネスのヒントがきっと見つかることと期待しております。世界各所からの皆様のご来場お待ちしております。